紙ワシントンポスト電子版は24日、大統領選の民主党候補ハリス副大統領が25日に南部テキサス州ヒューストンで予定する集会に人気歌手ビヨンセが初めて参加すると報じた。ハリス氏推薦の立場を正式に表明する見通しだ。関係者の話だとしている。ビヨンセは自身の曲フリーダムをハリス陣営がテーマソングとして使うのを許可してきたが、公の支持表明には至っていなかった。ビヨンセは母でファッションデザイナーのティナ・ノールズ、カントリー歌手の大御所、ウィリー・ネルソンと共に集会に参加することで同意したという。ビヨンセをめぐっては、8月の民主党大会で歌を披露すると報じられ、会場で期待が高まったが、結局姿を見せず空騒ぎに終わった。共同